ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日何をするかなんですが、今日はね、一つ気になる RPG があったので、こちらプレイしていきます。このゲームですね、イノセントリベンジャーって言うんだけど、なんでもヒロインが壁らしいんですよ。もうちょっとね、何言ってるかわかんないと思うんだけど、ヒロインが壁らしいんですよ。まあ、とにかくね、プレイしてみましょう。それじゃあ開始。オールロバール王国、ミデンの塔、セレーノ村。あ、なんかグラフィックが、スーパーファミコンぐらいのグラフィックや。はあ、はあ。大丈夫、大丈夫だからね。さあ、あと少し頑張って走るのよ。左行っちゃダメだよ。右行かないと。あ、兵士来た。へへ、どこへ逃げるつもりだ。あ、もうダメだ。お母さん。なんだ？お母さん？お母さん強い。行きなさい。もう逃げよう。ああ、お母さんやられちゃったよ、ひょっとして。くそ、この女離れやがらね。早く行かないとお母さんの死が無駄になっちゃうよ。逃げるのよ、早く。でも、行きなさい。タイトル画面も悲しい BGM だったし、オープニングもなんか悲しい感じだな。うわーん。この男の子が主人公かな。お父さん、お母さん。ニーファ、誰？ニーファ、奪われた。全部。全部。やる。殺してやる。暗いな。一人残らず全員殺してやる。ユニークスキル、血の代償を獲得しました。誰だろう、ニーファって。お父さん、お母さん、ニーファだったから。飼い犬か飼い猫かなんかの名前かな。あ、これがさっきの少年？髪の色違うけど。名前を入力してください。名前は最大5文字。ボルク。じゃあ名前変えよう。はい、じゃあ名前はね、小池で行きましょう。あ、誰か女の子来た。あ、またこんなところで寝て。母さんか。休むならちゃんとベッドで休みなさいって言ってるでしょ？ほっといてくれ。もういつもそうなんだから。小池！ちゃんと都知事をつけてくれる？失礼ですよ。今日も一人で行くの？ああ。ねえ、やっぱり自警団に入ろう。小池がいれば頼もしいし、みんなも喜ぶよ。まあ、頼もしいよな、やっぱな。小池さんいると。私たちと一緒に党のみんなを守ろう。党だって、どういうことなんだろう。他に用がないなら行くぞ。あれ、お父さんとお母さんとあと誰を守ろうって言ってたっけな。母さんじゃなかったよな。お父さんとお母さんと誰かの仇を取りたいんだよね。ストーリーが更新されました。なんか、誰か仲間が増えた時の曲がした。あー、すごい。でもなんかあんまり現代っぽくないグラフィックだな。なんていうのかな、なんだろう。RPG スクールみたいな。お前を止めることはしないが、まあ、ほどほどにな。なんかいいな、雰囲気あっていいな。ちょっと中二心をくすぐられる。小池は街の外にちょっと旅だと。じゃあな、ここから行きたい場所を選べって。あ、なにこれ？もう世界が塔なんだ、これ。今一番上の層にいるんだね。円卓の街ストール。次は、魂沈めの回廊。じゃあ行ってみよう。はい。魂沈めの回廊。アレグリアまで行けなかったな。また転送魔法陣の不調か。これ目的の場所じゃなかったんだね。とりあえずまあ道なり進めばいいだろう。僕はヒロインが壁っていうことだけにものすごく興味があるだけなんですよ。あとはまあなんか僕ほどのゲーマーならわかると思います。あ、戦闘だこれ。ん？あ、全然わかんない。これタッチパネルじゃないのかな？あ、これ一番右側にメニューがあるんだね。攻撃。はい。あ、素手なんだ。すでに350も攻撃力あるんだね。強そう。思わず画面をタッチしたくなるような画面でしたね。あ、なんか本当にオーソドックスな RPG なんだな、これ。2020年7月のゲームなんですけどね。この宝箱どうやって取るんだろう。階段とかはしごとかかけられないかな。動物の森だったらはしごかけられるんだけどな。そんな機能はないだろうな、きっと。ここには一見ただの壁に見えるが、通れる場所もあるんだったな。あ、そういうこと？え、こんなん絶対気づかなくない？嘘でしょ？あ、こっから取れるってこと？さっきの箱が。はい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 。これどの辺の層をターゲットにしたゲームなんだろうな。ちょっと気になるとこだな。多分小中学生は買わないよな、これ。意外と50代とかそういう層向けなのかな。近頃のゲームは 3D でつまらんみたいな。結構いるからな。なんかケムコってこういう RPG 今でもたくさん出してるみたいなんで、なんか需要があるんだろうね、きっとね。まあ実際僕も買ってますからね。どの層に向けて作ってるんだろうねって。お前だよ、みたいな。僕はヒロインが壁の RPG っていう、スクリーンショットを見て、これは買うしかないって思って買ったんですけど。
あ、何かを習得した。何かを習得したぞ。なんだ？魔法か。バーンバレット。敵全体にランダムに5発の火の玉を飛ばす。え、すごくない？フィンガーフレアボムズみたいなことでしょ？大体みんなわかんないと思うけど、こんなこと言っても。すごいよ。物語も終盤で使うやつだよ、これ。いいのかな？そんなの覚えちゃって。大丈夫？なんだろう。もうなんか10年前のゲームだよね、みたいな感じじゃないな、もうこれ。もうなんか、どんぐらい前かで言うと30年前ぐらいだよな、これ。今度ね、大の大冒険も、アニメ化っていうことで。声優さんはほとんど、変わっちゃうみたいなんだけど。もう亡くなった方もいるみたいだからしょうがないね。さあ、アレグリアの里跡に着いたぞ。ここが里か。こんなところまで兵士が上がってきたのか。殺してやる！父さんと母さんとペットの犬の恨み。敵は一人、ここで仕留める。恨みを晴らしてやる。じゃあ早速魔法使ってみるか。くらえ！わ、めっちゃ強いんだけど、何これ。すげえ強い。ちょっと待て、このゲーム楽しいかも。このインフレ具合。くらえ！もうメテオみたいの使ってるけど、普通の RPG だったらさ、ラスダンぐらいの魔法やこれ。ミデニアか、今助けるぞ。お、囲まれちゃったよ。大丈夫？よし、畳みかけるぞ。絶対負けないけどな、相当強いぞこっちは。10年前、あ、10年前ニーファ、痛いところはある。あ、これニーファか。カイソウ小池。カイソウニーファ。名字一緒だから、家族かな。うん、でも、お父さんが、お母さんもお家で寝てたのに火をつけられて、それで。小池のお父さんとお母さんは一緒じゃないの？とにかく逃げよう。こっちに母さんのいる町まで行ける魔法陣があるから。うん。あーひどい。ニーファーえ、こんな子供も狙うんだね。ニーファの分って、じゃあこの子も殺されたんだきっと。小せえな、殺しがいのなさそうなガキだぜ。小池。おい、ニーファを離せよ。はは、やってみるよ。お得意の魔法を使ってな。うっ。これニーファに当たっちゃうからってことこれ。小池。頑張れ、小池。嘘だ！嘘！マジで？突っ込んでってやられんのかと思ったら、友達置いて逃げてんだけど、そんなんでよく言えたな、ニーファの仇とか。嘘だろ？信じらんないよ。わ、ショック。何これ？見たくなかった。ニーファも助けられなかったんだと思った。お前たちは全員俺が殺す。もう台無しだよ。お前見捨てて逃げてるじゃねえか。BGM だけかっこいいけど。死ね、すすごもりが。うわっ、がっ。まったく手間かけさせやがって。もう一回逃げようぜ。ん？壁に文字、魔法生命体の魔法式。あれについて吐かせるか？もういい、殺そう殺そう。解読する暇はない。一か八かだ。お？なんだ？壁の魔法の文字。なんか顔出てきたんだけど。これがヒロイン？出た、ヒロイン。はじめまして、あなたが私のご主人様ですね。これか、衝撃的すぎるんだけど。壁がヒロインの RPG って、嘘じゃなかった。マジか、全然可愛くねえの。無言なんだけど。私は、あれ？うーん。あれ、抜けません。助けてください、ご主人様。ミデニアの分際で驚かせやがって。おお、壁が出てきた。いや、これヒロイン嫌だな。もっと可愛い子がよかったな。な、壁？今の兵士のセリフは、全プレイヤーが抱く感想ですね。その程度の攻撃は効きません。壁だもんな。効かねえだろうな。次は私の番ですね。塗り壁だよな。だからな。妖怪だよな。日本古来の。いきますよ。え、あ、これ知ってる知ってる。なんかゲゲゲの鬼太郎で見たことある。いきますよ、えい！あー取り込まれる。スキル、ウォールプレスを獲得。マリオ64でいたな、こんな敵。バッタンだっけ？そのまま押さえておけ。たあいもねえな。あ、塗り込めて倒したみたい。他に兵士はいないな。待ってください！どこへ行くのですか？さっきの兵士は転送魔法陣で現れた。多分もう一人もそうだ。またやられる前に元を立つ。では、お手伝いします、壁が。ヒロインだからついてくるんだろうな、きっと。
私はあなたに作られた魔法生命体、主の力になることが私の役目です。すっごいけなげなこと言ってるんだけど、もう見た目で台無しだよな、こんなの。好きにしろ。はい、これからよろしくお願いします、ご主人様。これからあれかな、壁とイチャイチャすんのかな。ああ、何これ、シュールすぎだろ。魔法生命体ならある程度姿を変えられるはずだ。もっと動きやすくなれないのか。え、姿を変えられる。わかりました、試してみます。ちょっと待って、めちゃくちゃ可愛くなったんだけど。ちょっと人型になるのかなって思ったらさ、若干人によるのかな、二足歩行になるのかなって思ったら極端すぎだろ。あ、とても動きやすいです。ありがとうございます、ご主人様。ご主人様やめろ。では何と呼びましょうか。これあの壁の目の前で死んだニーファの未来の姿とかなんじゃないかな、ひょっとして。普通に小池でいい。もうこれ壁要素もうここで終わりなのかな、ひょっとして。もうずっと女の子な気がするな。定期的に壁に戻るんだろうか。名前を入力してください。ミュールじゃないよな。じゃあ塗り壁。塗り壁で。塗り壁。いじめだよ、これ。陰湿ないじめが行われています。え？それ、え？ってなるわ。せっかく可愛い女の子の姿になったのに。塗り壁。お前の名前だ。いじめや、いじめ。あ、不満そうだよ、ほら。とても素敵な名前です。ありがとうございます。嘘だろ？奥に転送魔法陣から行くぞ。行くぞ、塗り壁。魔法生命体の塗り壁がパーティーに加わった。あれか、ドラクエ方式か。後ろついてくんのな。あ、敵出てきた。塗り壁、壁持ってる。ヒロインの姿とは思えない。普通だったら大きな盾とか持ってるんだよ、こういう女の子キャラはさ。でっかいレンガみたいの持ってる。何それ、なんだろ。どっちかに振り切ってほしかった、可愛い方か壁か。何ができるのこの子は。スキル、守護、ブロックンを味方エリアに呼ぶ。あ、なんか現れた。本当の塗り壁みたいのが現れた。なるほどね。塗り壁、小塗り壁を呼べるわけね。もう一つは何だろう。二連角。敵一体をブロックの角で2回殴る。なんだよ、それ。何これ。ギャグでやってんのかな、これ。笑かそうってしてんのかな。可愛いからいいのかな、わかんない。初めてだな、これ。壁ドンの次の流行語決まったな。壁ゴン。で、気になるのがこれだな。壁カスタム。これ何？メニューの中に壁カスタムってあるんだけど。こんなゲーム見たことないよ。ここでは塗り壁に、空いた穴に魔法が込められた壁石をセットでき、その壁石魔法を戦闘中に使用できるようになります。頭がおかしくなりそうなんだけど。何言ってんだ、これ。どういうこと？あ、何これ、サンドショットっていうのが装備されてんのか、これ。はぁ。待て、表側、裏側とかあるんだけど。何これ。裏もあるんだ。いやだ、もう面白すぎてダメだ、耐えれない。これで今日は帰るみたい。なぜ先ほどの方たちを殺したのですか。いや、向こうも殺そうとしてきたじゃん。だってたまたま壁が動き出したから助かったけど、奴らが国の兵士だからだ。セーニャも殺されたしな。でもなんか生きてそうな気もするんだよね。死んだシーン出てこなかったキャラって RPG だと大体全部生きてるんですよ、基本的には。でもやだな、自分が見捨てた女の子と壁と主人公の三角関係ってあんまり見たくないです。気まずいというか、なんだろう、ギャグにしかならなさそう。これがストールの街か。結構サクサク進むな。お、誰か来た。母さん戻ってたんだね。お帰り小池。あ、これ母親代わりみたいな人かな、ひょっとして。あれ、その子は壁です。塗り壁です。アレグリアで現出させた魔法生命体だ。壁になった。塗り壁です。よろしくお願いします。シュール。倒れたけど。石か何かの魔法生命体かな？塔の壁だ。どうしてその姿に戻った？挨拶するなら本来の姿でなければ失礼かと思いまして。すごい。壁にもちゃんと挨拶するなんてできた人だな。ファイナルファンタジー8で壁に向かって話してろっていうセリフを自分の担任に向かって吐いたやついるんですけど。天と地の差ですね。家帰ろう。広っ。めちゃくちゃ広いんだけど。何これ、体育館ぐらい広さあるけど。小池さんのお家ですか。綺麗に片付いてますね。広いな、めちゃくちゃ広いな。このテーブル何メーターぐらいあるんだろう、一辺の長さが。多分3メーター以上あるよな、これ。もっとありそうだ。4メーターぐらいありそうだな。テーブルの奥に置いたもの手届かないだろうな、きっと。私はどこで休めばいいでしょうか。壁に擬態すればいいんじゃないの。椅子でも床でも好きに使え。
ではここをお借りしますね。うわー、何それ。今までプレイしたどのゲームよりもヒロインがシュールな休み方する。やだよ、もう怖いよ。こんな状態で休めねえよ。やめてくれ。内壁じゃなくて外壁にしてくれ、頼むから。どうかしましたかじゃねえよ。いやきつい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 。小池さん、また起きていますか。壁が話しかけてくる、もう嫌だ。寄ってきた。もう一つだけ聞いてもいいですか。なんだ。小池さんはなぜそんなに兵士を殺したいのですか。あの日結界を破り塔に侵入した奴らは次々に村や町を襲い、俺の故郷セレーヌ村にもやってきた。人、家畜、財産、すべてが奴らの標的となった。俺自身も家族、親友、故郷、すべてを失った。全部奴らが奪っていった。まあ、親友は見捨てたんだけどな。だから殺す。一人残らず、この手で。復讐ですか?そうだ。私はそれを手伝えばいいのですか?別に手伝ってくれなくてもいいんじゃない?あ、結構テーマは暗いな。はい、というわけで、ヒロインが壁というね、めちゃくちゃ斬新な RPG イノセントリベンジャーでした。シナリオのテーマはね、あの復讐の旅っていうことでめちゃくちゃ重いんですが、ヒロインが壁っていうのが全てをぶっ壊してます。あのいろいろシュールでね、僕は全てがね初めての経験でした。結構面白そうなんでね、興味ある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。というわけで、今回はここまで。皆さんご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。